ど道美さんこんにちは。2018担当スーパー速習講座行政法規第1回目の講義を始めてまいります。担当いたしますは歴千人講師の豊岡と申します。どうかよろしくお願いいたします。はいそれではですね今回から全9回にわたりましてこの速習講座の行政法規講義を行ってまいりますね。まあ回数はね。 担当パックの担当効果講座ねあちらがまあ行政法規14回に比べると回数はねまあ少ないんですけどそれでも結構ねあの長丁場になろうかと思いますぜひね最後までしっかりねあの皆さんに大事なポイントをお伝えしていきますのでぜひ皆さんもねしっかりとついてきてくださいよろしいですねでまず最初にですねあの使用する教材これをね確認しておきたいと思いますでよいしょまず基本的に こちらですねこの2018合格基礎テキスト行政法規ねこれに従って講義を行ってまいります。であとこちらですねこれ過去問集です「足別行政法規ね」ね上官と下官ですねこれもね一応必要に応じてですね あの使う場合がございますのでできればねできればあの合格基礎テキストと合わせてこの足別もねあのぜひご準備くださいねちょっと面倒かもしれませんけど必要に応じてね使う場合があります。ね一応ベーススは合格基礎テキストですねねそれはしっっかりとね準備なささてくださいで一応ですねこの速習なんですけども。 これ皆さんですね2018担当スーパー即修パックねこちらをお買い上げいただいていると思うんですけどこの即修パックの中にはですね行政のの改正対策講座っってていうのは入ってません、ね、これもう一つの担当パックっていうものには入ってるんですけどもこの即修パックの方には入ってません。でもこの講義の中で、ね、この即修講座の講義の中で改正点についても、ね、私の方から説明していきますので全然心配しなくていいです。 改正点もこの講座の中でやっちゃいますんでで、もうちょっと言いますと、今年度のまあ、直近のね。直近の改正点ですけども数は少ないですね。数は少ない年度によっていっぱいある年もあるんですよ。今回はね。それほどありませんのでですから、そういう意味でもね。あんまり心配なさらなくていいです。とにかくこの講座内でお話をしてまいります。で、あとそうですね。まあ ちょっとしたまあ受験情報、まあ、これ皆さんね国交省のねもうホームページ等をご覧になってもご存知かなと思いますけども今年2017年ですねあの、まあ、合格率ですね合格率これが32.5%で前年の2016年もやっぱり合格率が32.6%ということでね 要するにこの一時の担当式試験なんですけどだいたい合格率が毎年一定してますだいーセ30%くらいしたがってまあ3人に1人は受かっていくと、ね、そういう意味ではね皆さんの中で宅検をねおやりになった方かなりいらっしゃるかなと思うんですけど宅検ね私も教えてますけど宅検だとだいたい毎年15%から17%くらい、ね、この合格率になってきますんで単純に合格率だけ比較するとあれ何宅検よりも簡単じゃんと。 ここういうういいととはは一応数字の上では言えようかと思いますただもちろんねこの鑑定士試験の場合ある程度受験者の粒がまあ揃ってくるねその点でまあ若干ねあの募集団のレベルはまあ高いとそれはちょっと当然知っておいてください。であと合格点ですね合格点皆さんご存知の通り行政法規が100点鑑定理論も100点合わせて200点満点で毎年ね合否が決まるんですけども。 えっと、今年2017年ですね2017年の合格点が200点満点中135点でした135ちなみに前の年ですね2016年が127.5でもうちょっと言いますと2015年が140点でした。140点まあ、これぐらいにしておきますねで この合格点当然皆さんね勉強するにあたって何点取ったら受かるのかなやっぱりこれは意識なさるとは思うんですけどもそれほど気になさる必要はありません今ねあの参加直近参加年の数字を申し上げたんですけども毎年ね要するにさっきも言ったように合格率で切ってんですよ上位3分の1で切ってますからしたがって問題が優しければねあの2015年みたいに140点まで上がっちゃう。逆に問題が難しければ ねまあ、合格点が下がるってことなんでですから要するに、ね、上位3分の1で合格ラインねこれ引いてますんでですからその意味ではあんまりねあの合格点というのは意識なさる必要はないです。ないとにかく上位3分の1に入ればいいんだなその意識を持って勉強を進めてみてください。いいですねで一応ですね2年,、えー、と2年前ですね2015年が140点ってことでかなり高かったんですよこれ7割でしょう。 200点満点のうちの7割ってことでかなり高かったんだけどこれを超えてね,ね今後合格ラインねまあ140超えたあの点数の合格ラインってことはまあちょっと考えにくいと思います。何でかっていうと国交省のホームページ見ますとね一時の担当式試験についてはおおむね7割概ね7割を合格点とするというふうにはっきりと明記してるんですね。割 ということだからそれを大幅に超えてね8割とか8割5分とかっていうのはね合格ぐらいにすることはまず考えにくいそういうことやれば当然いろんなまたねあの批判を浴びますからですからまあ上がってもまあ7割ちょっとぐらいかなでそれぐらいの意識で結構ですとにかく上位3分の1に入るその意識だけ強く持ってね勉強を進めてってみてください。であとこの講座なんですけども行政法規がまあ全部で 9回ですすすねね全部ででで回になりますこの行政法規です、ね、で一応ですねさっきも言いましたけど合格基礎テキストに従って、ね、順次お話をしてまいります、ね。で、まあ、ちょっとこれどこでもいいんですけどもちょこっとねこれ開けてちょっと見ますともう今日早速ねこの後すぐあの講義入っていきますけどもまあどこでもいいんですけども例えばね ここんな感じででれは12ページです合格基礎テキストの12ページなんですけどもねこの後、ね、この辺も内容を見ていきますけどもこんな形でねぜひ押さえてほしいもっと言うと覚えてほしい箇所については私の方でねこうやってピンクのマーカーでお示しをしてるんで皆さんもね必ず印はつけてってください。ね私よくあのマークしてくださいねマークしてくださいって言い方しますけど、ね、これ印をつけてくださいそういう意味です。 ね、別に同じピンクのマーカーカであある必要は全くありません、ね、別に他の色でもいいしあ,あるいはボールペンでもいいし面倒くさいよっていう方は別に鉛筆でもいいです鉛筆でアンダーライン引くでも全然構いませんとにかくねあのね読みっぱね読みっぱなしあるいは聞きっぱなし聞きっぱ読みっぱ聞きっぱは勉強になりませんからね後で時間空けてねもう一回勉強を始める。 ね、当然あのカンテリルもやらなきゃいけませんからね行政法規ばっかりやってるわけにいかないだから多少ね行政法規のブランカーできてもねしっかりとこうやって形を作っておけばねまたこれを取っかかりにして勉強再開できますからだけどこういう形に残しておかないとね読みっぱ聞きっぱだともう一回更地からゼロから自分でやんなきゃいけないこれ非常に勉強のロスになりますからですから勉強する時はねこれ担当に限らず次の論文もそうです、ね、必ず形に残す。 で特にこの行政法規についてはどんどんねこの合格基礎テキストに書き込んでってくださいいいですねこんな形であといろいろ適宜ねこうやって書き込んでいただく場合もありますからねこういう形でとにかく情報をこの合格基礎テキストに全部集約するいいですねこうやっていろんなね勉強の情報受験情報を一つのツールねこの道具に集約するっていうのがこういう国家試験の勉強のセオリーですからいいですね 情報を集約する、ね、常にあっち見てこっち見てなとことやっていうと効率悪いですからね合格基礎とに全部集約するこれは心がけてくださいで私この後どんどんねこのテキストねあの解説しながらこのねマークしてほしい箇所どんどん皆さんの方にお見せしてきますから皆さんもねどん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 印つけてってくださいいいですねでこれを覚えるねであとできればねできればこの即修講座なんですけども行政法規全9回 なる早で一通り聞いてみてくださいね。次にね、この足別これ過去問集ですけど、これにぜひね取り組んでいただきたいんですね。こちらです。過去問集上関下関ありますね。過去問集です。過去に出た本試験問題過去問集ねこちらに取り組んでいただきたいんですけども、人によってはね、例えば都市計画法がねこの講義で終わったらその部分の あの問題足別で解くって方もいますけどこれよりはね講義聞いてその法一つの法律終わったらその分の足別やるっていうよりはまず一通り講義を聞いてね全体像を押さえてからもうあとは一気に足別に取り組んだ方が効率はいいかなと思います。あと何よりもねやっぱり精神衛生ですね一通り全体見渡しちゃうとお人間って落ち着くんですよ。それがこの後の足別を勉強する時の大きなねあの後押しになりますから私的にはね とりあえずなるず鳴で早で一通りこのね即習講座全9回聞いていただくねその方がいいかなと思ってますねで聞いていただいたらとにかくあとは足別ですで毎年大体いい行政法規もですね6割大体いい6割ぐらいかなあの過去問の焼き直しが本番で出ますからですからとにかく担当についてはもう過去問さえ潰せれば過去問さえ自分のものにしちゃえば大丈夫なんですよ。いいですね。 ですからこの即習講座をひととおりお聞きになったあとはとにかく本試験まで5月のねおそらくまあ第2日曜日になりますかねその担当本試験までこの足別を何回も繰り返してみてください。いいでですね回回数は何もちろんさっきお話し,しましたようにね基本的には知識はこのねこちらこの合格基礎テキストに集約してありますからこれは適宜ね開いて。 暗記してってくださいこれさっきも言いましたけどね、勉強のね知識全部ここに集約してほしいんですよそうするとあとは基本ね皆さんがお仕事の行き帰りの電車とかバスの中でもパラパラこの合格基礎テキストをめくってその印をつけたところを覚えてきけないでしょこれどこでもできるじゃないですかいいですねこうやってね机に向かわなくてもできる勉強要するに頭に入れる暗記する勉強ね、このためにもねぜひもう情報全部ここに集約してきます いいです、ね、もうこれはもうトイレ入る時もねこれどこでも是非持ってってパラパラめくって頭入れてってくださいねそれと合わせて是非足別もね本試験まで何回も大体ね担当受かった方たちに聞くとまあ最終的にはねもうこの問題大丈夫ってやつはどんどん飛ばしてってそれでも大体最終的には4回か5回ぐらい足別回すって方が結構多いですかねでもこれは一つの目安なんでねあの1回しかやんないって方もいらっしゃいますし。 ね、であとこの足別なんですけども「上巻下巻ありますね。でまあ基本鑑定論と同じなんですけどもこちらね例えばどうしようかなこちらうんとね例えばこれも10ページですね足別の上巻上官の10ページちょっと見ていただきますとねこちら向かって左側に問題上がってて、ね、この、えー、と22番ねこれは「 平成26年の6問目のイノシの問題だよっていうことで、ね。で、重要度が星3つ。で、星3つ。これが一番重要度が高いです。ね、で、次が星2つ。で、星1個。ね、これもちょこちょこ乗ってますけど、これは重要度が一番低いと思ってください。で、これは基本的に飛ばしていいです。星1個はやらなくていいです。よしですね。逆に星3つと 星2つはしっっかりとやってください。これが合格するためのねベースになる重要な知識になりますからいいですねまず星3つこれ絶対しっかり固めるねでさらには星2つも頑張って抑えるいいですねで星1個はやらなくていいです基本的に飛ばしちゃって構いませんいいですねでこれから皆さんがね 足別に取り組んでいかれるとこの講義聞くわってね足別に取り組んでいかれると星三つは大体この講座の中で私がお話をした内容になろうかと思いますで星二つになるとねこの講座内で触れたものもあれば逆に全く触れてない知識も出てきますでその時にね特にこの星二つちょっと気をつけてほしいんですけども、えー、これちょっと細かすぎるんじゃないのっていう知識も星二つになっている場合がありますこれどういうことかというとね 1> 星1個にしてしまうと基本もうやらなくていいですよって皆さんに申し上げている関係上ねこれもしその知識ね細かくてこれ星1個に入れちゃうと皆さんが本試験会場まで全く見ないで行く可能性があるだけど細かいけどね細かいけど1回は目通してほしいなってのもあるんですよそれは無理くりその星2つに入れてるそういうことなんですね ですから、星2つやっていかれるとね、まあ基本的な知識もあれば、中には、ええー、これ星1個じゃないのっていう知識も出てきますけど、そういう趣旨で、無理ね、無理くり星2つにやってますんで、ぜひね、その点だけご承知をおきください。で、頑張って、星2つまでは、ぜひね、覚えてください。よしですね。で、あと、この足別のやり方なんですけども、ね、左に、まあ問題。で、右にその解説が上がってて、ね、正しい内容であれば、丸。ね、こちら。で、間違ってれば、 罰ということで。で、これ、丸の場合は、意味内容を考えていただければいいです。ね。あ、これは結局この解説、こういうことを言ってんだなと。で、ざっくりとしたイメージで結構ですから、正確な理解なんか問われませんから、ね。丸の足については、ね、解説を意味になって、あ、こういうことだな。ね、ぼんやりとでも構い,い,いませんから、それがわかれば OK です。ね。それに対して、誤りの場合、ね、バッテンの足ね。 これについてはしっかりと誤りの箇所をえぐり出してくださいまさにえぐり出すってイメージですね例えば期間がね期間が6ヶ月のところ3ヶ月になってるのかあるいは許可権者が都道府県知事のところが市町村長になってるのかとかそういう誤りの箇所をしっかりとこうやってね自分で抽出してねそこを覚えるということですいいですね特にこのねバッテンの誤りのしの時特に気をつけてください誤りの箇所をしっかりとえぐり出す 抽出して、それを覚えるということですね。でね、これで <laughs> 終わりじゃないんですよ。まだあるんですよ。いきますよ。まだあるのかいと。あるんですよ。で、今お話したように、解説お読みになってね、丸だったら意味ないよね。ご自分なりにこういうことかな。ね。あのイメージしてもらえば、OK、オッケー。誤りの場合には、誤りの箇所をしっかりとえぐり出す。ね、こちら。ね。で、最後は、このね、それぞれの解説中にのっけてあるこのテキストですね。参照ページ。 このテテキキスストトは合格基礎テキストを指してますいまで,す、ね、でここを開けて、ね、もしその該当箇所に印がつけてなければ、ね、要するにこの講義の中で触れてなければ印をつけててししいいんでですよここまでやって欲しいのそうすると私が講義の中でほぼほぼ重要な知識は触れます中には時間の関係上ね触れられない知識もありますけどそういう形で足別の星2つまでやっていただければ最終的に全部重要な知識 この合格基礎テキストの中に印付けできるでででききるるしょ集約んですよだからさっき言ったようにあとはもうトイレの中でも電車の中でもバスの中でも、ね、時間の許す限りパラパラめくって頭入れていけばいいこれで行政放棄終わりなんですよ実用と。だからこれしっかりやれば足別行政放棄を何回でもさせる必要はありません。中にはもうねこれで1回足別潰しちゃえば ね、もう問題ね読んで解説読んで,で最終的にテキストの該当箇所に印つけてこれで終わりでこれでその後足別に、ね、2回でも3回でもさせなくても受かってい方も結構いらっしゃるんですよ。そういうことよろしいですねでここまでやって、ね、最後こうやって該当箇所開けてテキストの該当箇所開けてそこにもしまだ印がつけてなければ印をつけるここまでやって初めてこの1個の足を、ね、勉強し終えたということでご理解ください。 ですね、であとこの行政法規勉強する時のねまたこれも大事なポイントなんですけども理解はざっくりでいいですざっくりあの正確な理解なんか求められてませんねまた正確な理解しようとすると膨大な時間かかりますから当然皆さんにそんな時間がないのは私承知してます,いいです、ね、だから理解はざっくりでいいですいいですねその代わり暗記は正確にやってください特に行政法規、ね、あの理論以上に覚える内容多いと思います ね、ですから、暗記はしっかりとやる、ね、だから理解はざっくり、暗記は正確、これをぜひスローガンにして、あの行政法規の勉強をしっかりやっていってください。よしで,す、ね、で、すねであと、そうですね、この震度なんですけども、行政法規全部で9回、ね、あるわけですけども、ちょっとね、合格基礎テキスト、ちょっと開けてください、ちょっと目次のとこですね、ちょっと開けていただきたいんですけども。 合格基礎テキストのこちらね目次開上げてください。でこの後ね都市計画法から見ていきますけども都市計画法で建築基準法土地殻整理法都市再開発法そしてこの5番目のマンションの建て替え等の円滑化に関する法律、ね、これまあ私略して円滑化法円滑化法言ってますけどこの5番目の円滑化法まででほぼほぼ この講義全体の半分の時間を使うというふうにね。一応ご承知おきください。それだけ分量があります。またある程度踏み込まないとね。踏み込まないと、なかなか抑えられない法律が、この最初の五つです。よしですね。ですから、全九回のうち、まあ四回から五回目ぐらいですね。五回の途中ぐらいまで、この最初の五つの法律に時間使いますから。皆さんもしっかりとこの五つはやります。 でこの5つを置いちゃうとねちょっと見てくださいねこの6番目の都市緑地法以降ですね都市緑地法以降はね本当にもう出るところだけポンポンポンと覚えてきていいんですよもう結構短時間で抑えられますから全然心配しなくていいその代わり最初の5つはしっかりやっていきますよしですねこんな感じでねまあ一応以上ですね随分ねいろいろお話しましたねぜひ皆さんね行政法規結構これからいろいろ出てきますけどね で「合格基礎テキストの」のうんとね目次の次ですねちょっとめくってください目次の次こちらよいしょいきますよどんどんもう中身入ってきますからね <laughs> まずこの「出題法令英軍編」ですね英軍編。これどんな意味かって言いますとねこの表縦にこの「 出題法令の名前が挙がってますけれども、この上の横にずらずら並んでる。数字これ出題年度です。出題年度従って一番左が平成19年で丸は出題されたってことね。で、1番右が平成28年ね。こちらこれね。これはやっぱり出題されたよ。ってことでで要するに毎年出題される法令。これを便宜。上英軍って呼んでます。英軍したがってほとんど全部丸でしょ。 それに対して右側ご覧ください右側これもね「便宜上 B 群って、ね、名前付けてますけどこれはもうご覧通り年によって出たり出なかったりする、ね、そういう法律です。でそうするとそうするとこの行政法規で出題の対象となっている法律全部で実は37あるんだけども全部をベタッとやる必要はない。当然こっち 毎年出題される英軍をやるさらにはね、さっきから皆さんちょっとこの数字気になってると思うんだけどこれは出題問題数です出題問題数ねこのテキストねちょっと平成28年までしか載ってませんけど一応これ今年平成29年です29年都市計画法から5問出ました建築基準法も5問するとどうですかこの時計と研究の2つで10問です10問 行政法規は当然ね皆さんご存じの通り40問出るってことは40問中の10問4分の1がこの都市計画法と建築基準法だから宅建おやりになった方は有利なんですよもう勉強ほぼほぼ終わってますからいいですねで今回宅建やってないよと、ね、ってよと方もいらっしゃると思いますそういう方もぜひねこの都市計画法と建築基準法しっかりと押さえていきましょういいですねこの2つがやっぱりベースになります行政法規で あと、土地隠せり法が2問。土地再開発法も2問。あと、不動産の鑑定評価に関する法律。これ、いわゆるね、あの、宅券で言うとこの宅券業法みたいなもんです。ね。卓券業法。で、ね、ある宅券業者を縛るでしょ。こちらは鑑定業者、あるいは鑑定書を縛ります。ね。これが2問。で、ちょっと下ずっと降りてっていただいて、これはバッテンつけといてください。下から2段目の土地収容法、バッテン。一番下の不動産登記法、バッテン。これはやらなくていいです。 従ってこの講座でもカットししまます。す。飛ばします、ね、これどうしてかというとこの下から2段目の土地収容法範囲がとにかく広いんですよしかもこの法律の構造が非常に複雑な、ね、そういう結構難解な法律なんですよで出ても1問これは費用対効果を考えるとよろしくないしたがってカットしますやらなくていい、ね、で一番下の不動産投法、これも基本的にやらなくていいです特に宅建等でね 全くこの不等法を勉強したことがない方は手をつけないでください。これもやっぱりね、本当に、これも1問出るんだけど、本当に1問取ろうと思ったらやっぱ10時間ぐらい、しっかりやらないと難しいです、これ。よしですね。で、皆さんの中で宅検をやりになった方、あるいは、ま、司法書士だとか、あるいは土地家屋調査士だとか、そういうのをやってね、まだ知識頭に残ってるよって方はやっていただいて構いません。ね。そういう方以外は絶対に手をつけないでください。時間の無駄。いいですね。 で、あと、今度右のページ行きますよ。で、こちらさっき申しました B 群で、都市によって出たり出なかったりする法律です。で、まず一番上の段階と、あと上から二段目、ちょっと見てほしいんですけど、都市緑地法と警官法。この矢印どういう意味かというとね、これ一方が出ると他方がお休みってことなんですよ。ね。一応平成20年両方同時にだけど、それ以降はね、警官法が出ると都市緑地法お休み。都市緑地法が出ると警官法お休みと。 こういう形です。で、ちょっとこれね、記入する方一応記入しておいてください。これ今年でしたね。B 群ってことで、これ今年は都市緑地法お休みで、もう一個の以上景観法が出ました。こんな感じでね。であとね、他もそうなんですよ。ちょっと下に降りて,って、あ、あとそれから宅建業法ですね。宅建業法これ残念ながらね、宅建終わりになった方一応 B 群なんですよ。ね。これでもそうは言ってもね、ほぼほぼ毎年出てますから。 当然、ね A、軍と思っていけば、OK、です当然出ました今年も平成29年ね。であとちょっとこれ下行きますとやっぱりね他の道路法と河川法とねこの「塔」っていうのはねこれ海岸法あとこういう水面埋め立て法っていうね他にこれ2つ法律がありますだから河川法とって言い方なんだけど道路法と河川法とこれもやっぱりね交互に出てます。一方方が出るとと他方お休みと ね、面白いでしょうこういうのね。あと自然公園法と自然環境保全法これもないです。やっぱり一方が出ると他方お休みと今年こんな感じでした。ね、ちょっと全体お見せしましょうかねこんな形で。印つしる方だけちょっと印つけといてください。ね、であとねこの下4つこれバッテンです。やらなくていい。これいわゆる不動産証券化関連法令って呼んでます。こ、ね、こちらこんな感じで,で 一応ね、ずっと下から2段目の投資信託及び投資法人に関する法律、いわゆる投資法がずっと出てですね。毎年、問いの40番、一番最後ですね、行政法規の。で、1問出てます。で、あと、今年は、平成29年ね、この問いの40番の中で、下から4段目、この資産の流動化に関する法律も聞かれました。ね、一緒に、投資法と一緒に聞かれた。 あと下から3段目の不動産特定共同事業法いわゆる不得法ねこれが今年またちょっと復活してね出ましただから要するにこの不動産証券化関連法令今年は2問問、ね、問いの26と問いの40で2問出たよってことでも基本的にやんなくていいですやんなくていいこれもかなりねあのですから皆さんの中でねお仕事等の関係で予備知識をお持ちの方はやっていただいて構いません そういう方は止めない。でもそうじゃない方はもう手つけない。ね、これやっぱり時間かかりますから。ね、この知識、専門かなりあの高度な専門知識が入ってきます。もちろん皆さん鑑定士になるときはね、この不動産証券化関連法の知識必要になりますけど、今まだね、これ試験の受かるってそういう段階ですから。ですからね、他にももっとね、力を入れるべきところがあるんで、そっちの方をしっかり力を入れて、この不動産証券が関連法では基本的にカットしてかもいません。よろしいですね。 ね、そうすると整理しますとね左の A 群編のところでは土地収容法と不動産登記法これやんなくていいよ、ね、当然この構図でもカットします、ね、申し上げましたあと右側の B 群編の中でも、ね、この一番下のこの不動産証券化関連法令これも飛ばしますこの構図でやりませんねやんなくていいよってことで一応対比すると3つ、ね、私これねこれ私は勝手につける名前なんだけど裏三兄弟裏三兄弟って呼んでます 裏三兄弟やらなくていいです土地収用法不動産登記法そして不動産証券化関連法令ねこちらよろしいですねこうやって行政法規全部で37あるけどもメリハリをつけるっていうことよろしいですねこれねであとねもうちょっと中身本当はちょっと入りたいんだけどこれもちょこっとねこの前あの受講生の方からねご質問いただいたんでちょっとお話しときますけども うんとね、このテキスト、えーとね、一番最初ちょっとここにしましょうかねちょっと書き込みたいんですけども端書きのとこねこれ一番最初の端書きのとこちょっと開げてほしいんですけどもこれね是非ね皆さん勉強する時意識してほしいんですよ。結構ね最近あの担当のね勉強のやり方でちょこちょこご質問いただくんでちょっとね改めてここでお話ししておきたいんですけども。 これねこちらこれ試験で聞かれる知識ですピラミッドで A が一番重要 B がその次で C が一番重要度が低いとします、ね、で皆さんに聞きます皆さんどっかから勉強しますどっからやるこれね独学の方に一番多いのがこっからやっていくんですよ隅っこ。 だから例えばテキストを1ページ目からベターと読んでいくあるいは過去問集を問いの一番からベターと解いていくそういうやり方ねでこういうやり方やってるとこれ無駄が多いでしょう C ランクねばっかでしょ無駄が多いだから大抵この辺まで来るともう時間切れで本番に本試験に突入でねで符号を書くということになりかねませんいいですねこれダメなんですよじゃあどっからやるかここです 一番上くらやっていくこうやってだって一番重要なんだもんこれが国家試験の勉強のやり方なんですよで重要なところからねどんどん降りてってで、大抵この辺まで来たところでおそらく本試験に突入だと思いますでもこういう人は一見やってる知識少なさを見えるかもしれないけど重要なところしっかりやってるから受かっていくんですよこういう人はよしですねこれまさにこの速習ですこの速習パックなんかまさにこの典型例なんですよ 本当にねあのこま数時間数は少ないけども重要な知識しっかり逆に言うと絞って皆さんにお伝えできますから皆さんもぜひねこの講座信用してその代わりこの講座の中で私がねこれ大事だよって言ったところはしっかりと覚えててください行政法規結構覚える知識多いですね、最後は覚えるだけって言っても過言じゃないんだけどでも逆に言うと覚えていけばね確実にもう担当はクリアできますからぜひ頑張っていきましょうよしですね,ねじゃあ具体的に中身入っていきます であ,あとそれからねこれは後で見といて頂いければいいんですけどもさっきの B 群編の裏のページちょっと見てくださいこちらね「参考資料」ねこれこの後行政法規勉強していくとねいろいろねあの出てくる頻繁に出てくる言葉の意味ですねで「まあ、広告」ねこれ昔で言うとね この2行目、まあ、市町村役場の掲示板への掲示というのが典型例だったけど最近はねインターネット普及してますんで、ね、それぞれの,あの地方公共団体のねそういうホームページへの掲載これも広告に当たりますんで、ね、あと官報これ国が出す新聞ねあと広報これ地方公共団体が官報に準じて発行する、ね、文書ねこういうものへの掲載も広告に当たりますんで、まあ、これ1回見とけばいいです。この広告ってて言葉頻繁に今後出てきますからね ですね、あと2番目の1覧欄閲覧これ1回見とけばいいですであと3のあそうですねこれちょっと触れときますねこちらこのあとこの言葉頻繁に出てきますで一番上の許可なんですけども原則禁止これはしっかりと覚えておいてください原則禁止要するに一番規制が厳しいですこれね原則やっちゃダメだよ ね、でそれを例外的に解くのを許可っていいます。許可ね、例えば車の免許です。これ免許とは言ってるけどねこれ法律上は行政法上は許可なんですよ。どうしてかというと免許持たない人は車運転できないでしょ。これを例外的に運転していいよこれが免許ですからしたがって法律上は許可にあたります。あと医師,医師免許これも、ね、免許とは言ってるけど法律上は許可にあたります。 なんでかというとねこれ医師免許持たない人原則治療行為やっちゃダメでしょこれを例外的にやっていいよ、ね、解くの例外的に解くのが免許ですからしたがって法律はやっぱり許可になるよ。でこれは一番厳しいです許可は原則やっちゃダメだよ、ね。これですで次の「認可と承認」これは共に原則 OK ですやっていいよやっていいよ。両者の違い、ね、これ別に試験で聞かれませんけどちょっと厳密にいくと法律行為に対するね この同同意意的なあの法律行為に対する同意、ね、これがまあ認可それに対して事実行為に対する同意これがまあ証人というふうに言われてますけど別に無理に覚えなくてもいいですこれね法律行為事実行為ねこれちょっと民法ですね次の論文の民法をやるとね法律行為事実行為これイメージ持ちやすいですけどまあ無理それほど踏み込まなくてもいいですただ一応共に原則 OK だよ、ね、これは覚えておいてくださいで一番簡易な手続きこれは届け出ですねこれ監督官庁の,届あの通知ってことでねこれ一定の 手続きさえ踏めば届出になりますからねだからこれね上から行くに従ってねこれ規制が緩やかになるねこのイメージはしっかりとお持ちになっておいてください。一番厳しいですよ原則禁止だからねで一番緩やかな届け出これが一番緩いよっていうこのイメージですねこのイメージはお持ちになっておいてください。 で,す、ね、であとね4番目あそうですねこれもねあの法律ですねこの後いろんな法律勉強していく上でねこの辺の予備知識あるとねあの知識が頭に残りやすいです勧告と命令の違いこれはちょっと覚えておいてください勧告っていうのは法的強制力ありませんしたがってたとえ違反してもね罰則ありませんその意味では、まあ、強い要望っていうイメージでちょっと押さえてみてくださいねこれは勧告こう,こうした方がいいんじゃないですか でそんなイメージそれに対して命令これはもう名前からして皆さんイメージねつかめるかなと思いますけど「何々しろ」ですよ「しろ」。ね「何々しろ」命令でしょ、ね、これは当然法的強制力がありますしたがって違反すると罰則あるよっていうことで,、ね、で一応韓国と命令この違いを押さえておいてください。法的強制力のねあ,のあるのが命令ないのが韓国。 したがって、例えばね、地震が起きた。で、避難勧告、避難勧告が出た。で、これに背いても、勧告だから、ね、これ罰則ありません。それに対して、避難命令、避難命令が出た。これに背くと、ね、これ法的教則ありますから、違反した場合罰則があるよ。そういうことですね。で、あと最後の政令指定都市、人口50万以上、あと中核市20万以上、ね。まあ、この後ちょろちょろ名前出ますけどね、別にこれ、ね、1回目通しておけば OK です。 であと右のページなんですけどもこれも参考資料ですねこれねまたそれぞれの法律ねここ一応名前3つ挙がってますけどそれぞれの法律の時にまたねこの表皆さんにご覧いただきます非常に重要なあの表になってきます。これ土地核整理法都市再開発法マンション建て替え等の円滑化に関する法律ねこれ実は3つともいわゆる手続き法なんですよ手続き法。 ね、がって、こういう手続きの流れが理解する上で、大事なポイントになってきます。で、しかも、この三つ、非常に手続きの流れが似てるんですよ。土地確正法、都市再開発法、そしてマンションの建て替え等の円滑化に関する法律、円滑化法。で、これがちょっと目次に戻りますけども。三番目、四番目、そして五番目で出きてるってこと。ね、さっき、この五番目までで、ほぼほぼ講義の半分の時間使えますよって言ったでしょ。そういうことなんですよ。 この3つね。こちらこれ手続き法で比較しながら勉強してきます。すると本当にね。あの短期間でまあ、短期間つっ,っても結構ね。ボリュームありますけども、短期間で理解もできるしね。最終的に抑えることもできます。手続き法よしですね。3つ。ちなみに私この手続き法3つ。これをね。あの表3。兄弟って呼んでます。これも <laughs> 勝手に私の名つけた名前ですけど、表3。兄弟、これはセットで勉強するのが合理的ですね。 であと同じページのねこの参考資料2の同じページの下ここもやっぱりこの表3兄弟のね比較ですこれ組合施工って言ってまたその時やりますけどもねこれそれぞれ組合形式でできるんですよ工事をねこれを比較したやつでこれも非常に重要な表なんでまたその時にやります結構よくできてるでしょうこのテキストね一生懸命作ってますんでねぜひ皆さん信用してね最後まで使い切ってくださいでぜひ最終的にはこの合格基礎テキストにね知識を集約して あと皆さんねお仕事等で忙しい、ね、皆さんお私お忙しいの知ってますからねそういうねお仕事の合間に是非パラパラめくって頭入れてってくださいそうすれば机に向かわなくても勉強はできますからよしですねじゃあちょっとここでちょっとね休憩朝今あの休憩っていうとあれですね一応まあ一息入れましょうブレイクタイムです。